ジャマイカ植民地の地図、1671年。マドリード条約、または、ゴドルフィン条約は1670年7月に、イングランド王国とスペイン王国の間で締結された、アメリカでのすべての紛争を解決するための条約。条約によりカリブ海で1654年に、勃発した英日戦争が終結したが、イングランドが征服したジャマイカを保持することができたため、 イングランドに有利な講和だった。英日戦争は1654年末に勃発しており、ヨーロッパの戦役はピレネー条約と1660年のチャールズ2世によるイングランド王政復古で収束したが、英日間の講和条約が締結されることはなかった。カリブ海での戦闘は1655年にイングランドがイスパニョーラ島占領を試みて失敗したことで、 始まり、その直後には、ジャマイカ占領に成功したが、以降も戦闘は収束しなかった。そのため、カリブ海では、戦争状態が続き、ジャマイカ総督、トマス・モディフォードの命令により、クリストファー・ミングス、ヘンリー・モーガンらばっかにあ率いる、死略戦による、スパニッシュメインへの襲撃がなされた。モディフォードの行動の理由は、スペインが条約で、 イングランドによるジャマイカとケーマン諸島の領有を承認しなければジャマイカの安全を確保できないことだった。1667年のマドリード条約は a 西間で取り決められ貿易についてはイングランド有利だったものの米州やカリブ海、植民地の領有権については触れられなかった。そのため、市略戦による襲撃は続き、1667年以降の2年間には モーガンが、ポルトベロとマラカイボを攻撃、略奪した。1669年、スペイン摂政マリアナでアウストリアは反撃として、カリブ海のイングランド船への攻撃を命じ、イングランド王チャールズ2世もモディフォードに、スペイン船に対する公式の試略免許を発給するよう命じた。モディフォードはそれに応じて再びモーガンに、スパニッシュメインに攻撃するよう依頼した。 この時期のスペインは長年の戦争と戦争により政治、経済、軍事において弱体化しておりチャールズ2世はそれをスペインとの条約交渉を行う後期であると見たスペインが優勢を取り戻すにはジャマイカを再占領するかフランス王国やネーデルラント連邦共和国を味方に引き入れてイングランドに戦争を起こすしかなかったウィリアム・ゴドルフィン、ピーター・レリー作 1660年代。交渉は1669年秋より、スペイン代表の第三代ペニャランダ伯爵がスパールでブラカモンテと、イングランド代表のスペイン駐在特命公使、ウィリアム・ゴドルフィンの間で行われた。条約の原文は、ラテン語で英語の題名は、エトリティ・フォーザ・コンポージング・オブ・ディ・ファレンセズ、リストレーニング・オブ・デプラダシャンズ、アンド・イ・シタブリシン・オブ・ピース・イン・アメリカ。 ビトウイーンザ・クラウンズ・オブ・グレート、ブリテン,ンスペイン、カンクラダド・アット、マドリード・ザ・ハチ、18デイ・オブ・ジュライ、インザ・イヤー・オブ・アワー・ロード1670である。スペインはイングランドが西半球で定住した領土を維持することを確認したが、条約ではイングランド人が定住した地域を定義しなかった。条約が締結した後、イングランドは、 ジャマイカとケーマン諸島を正式に領有した。条約により、スペインはすべての復旧免許状を無効にし、イングランドとスペインの港では、A22 国の遭難船への救援と修理の許可を与えるとした。イングランドはカリブ海における海賊行為を取り締まり、その代償としてスペインはイングランド船の自由航行を許可した。 二国とも相手国のカリブ海領土における貿易を自粛し、自国領でのみ貿易を行うとした。その後、条約は9月28日に批准された。スペイン及びその植民地において、マドリード条約は屈辱的な幸福として、ひどく嫌われた。スペインが軍事、経済、政治的に弱体であったため、その主張をほとんど通せず、それがイングランドに利用された結果である。 中でもスペイン商人が条約を受け入れたくなかったため、スペイン政府は不満を和らげるべく税金に関する特別欧礼を発した。一方、それまでの条約ではスペインは常にカリブ海と米州におけるイングランド植民地の領有権を主張したため、イングランドによる領有の承認はスペインから引き出した大きな情報であり、条約がイングランドに極めて有利と言われるゆえんとなった。 イングランドは実質的にはスペインのカリブ海西部における覇権を破ることに成功。それ以降はジャマイカを基地として中央アメリカのカリブ海岸にあるユカタンからゲンニカラグアに至るイングランドの集落を支援した。これらの集落では木材伐採が行われており、スペインはそれを例外として見逃したが正式な承認はせず、また多くの元市略船員が 木材伐採用に転職したため伐採場の数が上昇した。マドリード条約では国境が定められたおらず、第7条で実際領有の原則が定められたのみであり、北アメリカではイングランドのチャールストンまでの領有を合法化し、スペイン側では北緯32度30分のサンタエレナ湾までの領有が認められた。そのため、スペイン領フロリダの住民は、 抗議したにもかかわらず新しく建設されたチャールストン、植民地を受け入れなければならなかったことに行転した。海賊行為は鎮圧されたものの、イングランド船は今度はカリブ海を確保することができた。イングランドはそれまでもスペインとの交渉でそれを要求していたが、1655年にスペインによって拒否されたことが、英日戦争勃発の理由となっていた。 スペインはそれまで西インドにおけるすべてのイングランド人が侵入者か海賊であるとの立場を放棄する形となった。しかし条約締結の知らせがカリブ海に届く頃にはすでに時が遅く、モーガンは1671年1月28日にパナマビエホへの襲撃を起こしてしまった。スペインは激怒、イングランドもモーガンとモディフォードが マドリード条約を実質的に違反したと分かっていたため、モディフォードとモーガンを召喚、逮捕して関係改善を図った。しかし、二人とも起訴されずに釈放され、モーガンに至っては1674年にナイトに上された上にジャマイカ総督に任命された。その後、スペインとイングランドは1702年にスペイン継承戦争で再び戦うまで平和を保った。 ありがとうございます。